最近の学生冬休みいつからなの？てかもうこの3連休でなんかもうほぼ冬休みみたいな。明日から。あ、実は明日じゃない説あるの。休みが続いてるだけで、実は明日からじゃなくて火曜日からみたいな。僕中2で明日からです。教式、あ、そっか、式があるのか。多分今日っていうか明日からなんだな。今日午前中終業式で、午後半休ってもうな、完全に社会人みたいな言い方になるけど、これ別にあれなんだよね、そのめちゃくちゃ強いってわけじゃなくて、ただ単に周回性の向きだから、占領戦とかでかなり使えるんじゃないかな。別に武器耐久値削りいらなかったんだよな、これ。スキルかなり昨日のあれだけど、公式チャンネルで発表されたあれと変わってるけど、武器耐久値なかったし、1.5 倍のバフがかかってたけど、てか2倍あれもねえのか、2倍もねえのか。まあなくても突破できるでしょ。この武器耐久値マイナス8のところに、1.5 倍かな。攻撃力 1.5 倍があったのかな。で、ガード率 30% アップが回避率 30% だったのかな。まあ、周回だから別に相手の攻撃食らうわけでもないし、ガードは別にあってもなくてもいいのかなって感じですね。で、ブレイクバーストトリプル S だからな。で、これ何が抜けてんだこれ。水か。つか入るってこれ何属性これ。あ、入る火か。なるほど。まあ、水はちょっと勘弁してくれって感じかな。まあ入る以外でも殴るし、銃像連れていけばいいのかな、水相手にはって感じですね。なんで完全に周回向け。まああれパズドラでいうゴエモンなんじゃないかなと。パズドラでいうゴエモンなんじゃないかなと思いますね。ナルカミのパチモンでも別に良かったけど、俺はソードの方が好きかな。俺今回人間側ですね。まあとりあえず引くわ。ステップ1で出たら別にステップ1で終わってもいいんだけども。いや、パズドラで言った方が分かりやすかったでしょ。花火だよ、花火。え、なんか昔はそのスキルで3人全員飛ばすとさ、スキル速攻で溜まってたけど、今ってどうなんだろう。俺、今全く分かんないんだよね。オートでしか回してないから。自分で操作して回してないんですわ。ぶっちゃけた話すると。ぶっちゃけた話すると。今ってどうなの？昔だったら、今 SSR 出なかったの？全然画面見てなかったんだけど。全然画面見てなかった。ええわ。あ、ステップ5でフェス限1体確定でしょ。多分そこで出てくれると俺は期待してる。ここで出てくれてもいいんだけど。なるほど、出たわ。多分よちよち。まあそういうことっすわ。うん、そういうか、そういうこと。グールめっちゃ差つけられてくさ。でも今の段階じゃ全然わかんねえよ。ただポイント多く取ればいいってわけじゃないからな。ごまを。これあれか、ただの確定か、フェスゲンとかじゃなくて。寒っ、クーラーつけるわ。クーラーのリモコンどこだ。寒いわ、さすがに。半袖半ズボンの男の、昨日の動画ではあれだけど、半ズボン、半袖じゃなかったけど、ちゃんと、あ、違う、半袖じゃなかったよ、ちゃんと半ズボンだったんで。で、出たわ、これ。あ、焦ってきた。あ、これあれなんだ、無償
まあでもそうか、そうだよな。無償化鉱石から消化されるんだね。親子丼だわ。親子丼だわ。やばいわ、これマジで。うわー、きっつい。あれ？これステップ5で確定じゃなかったっけ？違うかったっけ？あれ？これステップ5だよね？違うかった？今これステップ4か。きっつ。まあでも、当たんなかったらもういいや。一周 一周で終わるんで。その代わり、あれだよ。俺の熟練度100%にしてないフェス券出してよ。頼むから。ステップ5だわ。いけ。まあ、ムカデは30%だから。ムカデあれ30%だから、まあ、引けなくて当選みたいな。3回連続外すのはまあまだいい。3週連続で外すのはまあいい。まだムカデの時は。あ、これ期待していいんじゃない？これはさすがに期待していいんじゃない？ソイ！なるほど。いや、いいよ。全然。売らねえし、熟練度上げるし。ソイ！50%か。またじゃんけんかよ。お前、いつもの流れやんけ、これ。またじゃんけんせんかっていかんのかよ。あきら、もう一人の方来いよ、なぜ来るんだったらよ。そう、もう一人、あきら来て、もう持ってないんだよ、向こうよ。ああ、やばい、これは。いやー、お前、この前、熟練度100%したとこやん。どうせ、いやー、俺、迷ったんだよな、排水熟練度100%にするかしないか、40個使って。迷ったんだよな、もう、なんでこのタイミング、俺、まだこいつ100%にして1ヶ月も経ってないんだけど。うわー、やばい、これは。マジでやばいよ、これ。うわ、50%か。じゃんけんで、じゃんけんで、じゃんけんでグー出すやつはバカなんだよ。じゃんけんの話になるけど。なぜなら、相手はチョキ出さないから、基本的に。で、絶対じゃんけんするときは自分からじゃんけんポンって言う。しかも急に。絶対相手チョキ出せないから。チョキって考えないと出せないから。じゃ、絶対グーかパーになるんだよ。ほんだらパー出しとけばあいこか勝ちになるからっていう。じゃんけんの話したから、ちょっとじゃんけんの必勝法今話してあげたけど。俺、そうやっていつもじゃんけん勝ってきたんだよね。じゃんけんチョキ出すやつは沼。ちげえ、グーだ。グー出すやつは沼。これ来たんじゃないか。いやー、これ10枚目で捜査官だったらさすがに50%当たってほしい。
ざけんなマジで。おい熟練で 100% しか来てねえじゃねえか。さあ、ああきつ。解散。解散。お疲れ様でした。